今日最後だから感謝伝えるねって言って、なんかいろいろたくさん言葉を伝えてくださった方もたくさんいて、とっても嬉しかったし、愛って感じでした。いやもう感謝です。感謝でいっぱいになりました。でもまたお話できる、こうやってお話できる普段来れない方だったりとか、海外に住んでる方とかもお話できるのが、やっぱオンライントークのすごくいいところだったし、ゆっくりお話できたりするのもね、だったから、今後もそういう機会が作れたらいいなって改めて思ったので、きっとこれでは最後ではないと思うんですけれども、ひとまずありがとうございました。こんばんは。ありがとうございました。他に特化ないよ、何でもいいですよ。普通のことでもいいし、何でもいいです。ぜひ今日話してない方もまたお話ししましょうね。私と話したいと思ってくれる方がいるかわからないんだけれども、またお話しましょうね。オンラインでしか会ったことない方もいるのでね。お話する機会ありますよ。で、今日そこの場所、いつも行ってた場所、オンラインとかやってたし、やってたり配信とかやってた、いつも何かしらあるたびに行っていた場所も、今日がもしかしたら最後だったかもしれないっていうね。それが結構衝撃の事実だった。確かにと思って、もう来ることないか、ここにもって思ってね。ここにはさすがに一生来ることないかもなーと思って、はあって感じだった。ちなみにイヤホンもらえなかったんだけど買いました。しかもちゃんとアップルのやつセブンに売ってました。セブンでアップルのやつがいっぱい売ってて有能と思って。衣装意外だった。そう、今日は最初私服これ着てて、後半ロリポップの衣装着たんですよね。電気屋ゆりゆの とか言ったら失礼か。電気屋に
そう、ロリポップ来たんだよ。そう、自分で選んだの。なんか結構その前とかの衣装、前とかのオンライントークの時にロリポップ着てる子結構いて、あ、うちも着ようかなと思って選んだ。でも他のやつ最後だったから他のやつすればよかったかなと思ったけど、でも他のやつはリアルでも着たいしなと思って。ゆるらい学生しちゃったか。またピーポー。リアルトークの衣装決まった？まだちゃんとは決まってないけど、これ着ようかな、これ着ようかなっていうのはある。レオップ白で、でも自分でもこの間何着たかって覚えてなくて、昔の4周年の時の衣装を見返したら白着てたから、自分、じゃあ白着ようと思って。ゆるらいつも外れる。ゆるらいね、難しいですよね、当てるのね。ラストライブいけないけど家で見て。めっちゃ忘れない、ありがとう。ラスレバだったので、ドイツアイルの楽しみにしてます。ありがとうございます。お願いします。こんばんは、こんばんは。今日の夕食は。トリキューでした。トリキューの紫食べた。唐揚げじゃなくて、なんだっけ、焼き鳥が入ってるやつで、あと今日ね、オリコン1位おめでとう、ビルボードも1位おめでとうって言って、スタッフさんがケーキ用意してくれたの。しかもめっちゃ可愛いやつ、それ、チョコレート味、あ、2つあって、ちっちゃいのとおっきいのあって、多分誰かが写真あげると思うんだけど、のね、ラストアイドルって書いてあって、周りにバラがあるショートケーキ、バラのデコレーションがされているショートケーキと、あと僕たちがそれを見る、だから空っぽいデコレーションの雲があって、あとね、ピンクと紫の空があるみたいな。で、それでラストアルバムって書いてある、ケーキもらったんですよ。あ、俺ちゃん乗せてた。そう、めっちゃ可愛いケーキもらいました。1位おめでとう、ありがとうございます。そう、1位、皆さんのおかげです。最後に1位取れてとっても嬉しいです。ニュースで流れてた。あ、本当。ありがとうございます。ラストアイドル公式のインスタまで載ってたか。目覚まし、あ、そうなんだ。ありがとうございます。スーパーって流してた。ええー、嘘。ケーキ2種類だった。嘘。うち見たの2種類だな。朝も夜も用意してくれたとか。朝の人用と夜の人用に。オンライントーク忙しくて行かなかった。大丈夫です、全然ですよ。また話してください。
かその1位のケーキとか嬉しいよね。カンディガンの人の服はどんな感じなの？あ、そうなんだ。じゃあ前半組と後半組両方とも用意してくれたんだ。ケーキ、服はこれです。ワンピース黒のワンピース、落ち着いた感じの。そう、半袖だから寒いからカーディガン着た。これどこのだっけ、でも結構前に買ったんだよな。どこで買ったっけかな、何のお店だろう。なんかまたセレクトショップみたいなとこだと思う。カーの109が、109も多いし、最近ラフォーレとかも行く。ラフォーレとかかな、そういうお店行くときは。そう、そう、今日買いに行かなかった。そう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 、今日買いに行かなくて、時間もそうだし、一昨日行って、でもあれしかいいのなかったから、どうせ今日行ってもあんまいいのない、ちゃんと気に入るのないかなと思ったから。でもこれあんま着てたことなかったから着ようと思って着た。最近初めてナナミのサインをもらったので、サインの解説、サインの解説、サインの解説なんかしたことないけどしてみる。何の買い物がしてる時が一番好き？え、でも服とかコスメとか見てる時めっちゃ楽しいけど、もう楽しいけど、でも最近は本屋さんにいる時が一番ワクワクするかも。まず私のサイン、あ、これあの私の新しく売っている生誕グッズです。よろしくお願いします。まず私のサインなんですけれども、こちら、これがずっと使ってるサインです。これラスタイズじゃないパクスの方とかで使ってるそこサイン。これ本当に簡単で申し訳ない、簡単すぎて申し訳ないって思うぐらいのサインなんですけれども、これずっと使ってて、これ3歳ぐらいの時にこの原型を作ったんですよ。3歳でも描けるっていうので、あの親と一緒に作ったやつなんですね。で最初はね、実はねハートだったりしたんですよ、ここが。そう、ハートの時もあったし、 3歳から事務所、一応事務所に入ってるので、その時に考えようと思って、でそれでも星の方がいいかなってなって、途中から3歳の時に考えたんですよ。でそれで、あ、そう、3歳なんです。あ、知らない人も結構いるね。で、で今のラストアイドルの方のサインが、下手くそだからやめとこう。
こちらなんですけども、そのこのこれを使いやっぱり中に入れたいなと思ってで、ラストアイドルの象徴といえばユニコーンペガサスなので、その要素を入れたいなと思って、これが角です、でこれがなんか顔っていうか顔馬の顔で、これが羽っていう感じ。あ、書き順、書き順はこっから始まっ、あ、こっから始まってこうい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 って角書いて最後羽です。そんな感じです。私のサインです。ごめんなさいよ、ユニコーンの蚊に凹凸だった。そう、あ、なんか今はちょっと書き慣れちゃってあれなんですけど、本当に丁寧に書くとなんか耳もこう耳で、ちょっと待って、下手くそだわ。なんか昔のサイン、昔書いたやつ思い出そう。え、なんかめっちゃ下手、どうやって書いてたっけ昔。これがこれ、あの耳、耳はねしっかり書いてたんだけど、なんか書き慣れちゃってつなげて書くようになったから生なくなっちゃった。確かにちょっとずつ変わってきてるからもね、書き慣れて。そう、馬の横顔、そうって感じです。あ、これナナミってあのカタカナですよ。こんな感じです。明日みんなに自慢してもいいですか。何を、何でも自慢してください。そのような感じです。ペガサスにつながるけど、ペガサスにするなくてね、ユニコーンにはあるんですよ。でちょっと混ぜちゃったの私、その作る時で、後から気づいたの、ペガサスにつながってないなって。ハート入れなくて星の方がいいとなったのはなぜ、なぜだろう。でもなんか自分のキャラ的にハートより星だなと思ったのかな多分。いつからこのサイン使ってるかな。でも小3ぐらいからちゃんと書き始めたのかな。でもなんかその時には自分は星よりハ、ピンクより、ピンクより青、星より、あ、ハートより星って思ってたから、自分のことだからかも。小3からどんな活動したのかというと、小3から歌って踊ってました。グループに入ってた、入ってました。ライブしたりしてました。先輩たちのライブに出たりとか、前座やったりとか、なんかショッピングモールでやったりとか、アウトレットでやったりとかやってた。こんばんは、こんばんは。
ファインの理由教えてよかった、ありがとうございます。渋谷ツタヤタワレコの渋谷の展示カードバス、何枚か手分けして書いたけど、私大体私かな。でもね、一つ漢字間違ったの。なんか急いでね、書かなきゃいけない雰囲気で、なんかでね、書いたのね。そしたら漢字間違えてるとかって後から気づいた。でもなんかちっちゃいから大丈夫かなって思いながら。気づいた。そう、なんだっけ、詰まったっていうのを、あの結んだって書いちゃうんだ。結ん、そう、詰まっ、あの螺旋の歴史が詰まったってね書いたんだけど、あの糸変にしちゃったの、ごめんじゃなくて。しくったーと思って。猫の方のねやつもね、オッケー。私ね、私のロゴがあるんだけど、あのグッズに使ったりしてる。それの開発をしますね。で、このグッズ、これにも入ってるようなこのロゴはのなんですけどね、これ猫なんですね。私特別猫が好きとかそういうわけではないんですけれども、なんか使いやすいロゴがあったらいいなと思って考えたやつなんだけど、これは私はこれが A なんです。これが阿部七海の A で、これが N ここが、どうやってやれば分かるの、こうか、 N で、ここも一応 N、 口も一応 N って感じなの。阿部ななでーす。そういうこと。そういう感じです。考えた、結構壁紙、そうなの、ここがね、ここはカタカナのミンでしょって感じです。リセちゃん、クマ10個ありがとう、ありがとうわー、ありがとう、天才、ありがとうこんなんで言ってもらえるの嬉しいわ。そう、これが私の一応ロゴです。一応考えて作ったので、よろしくお願いします。意味がちゃんとこもったデザイン作るのもいいね。嬉しい。私結構意味とか考える人。使い分けって意識してる？サインの結構してる。でもどっち書けばいいか分かんないときは聞く、マネージャーさんに。これどっちかな、ラサイのサインかな、バクのサインかなって聞く。ロゴとサインね。でもネットサイン以外の時は全部あのサインの方だし、でもロゴはマークみたいな感じだから、でもたまにサインの時もちょっと書いたりでもするけどね。そこまで意識はしない。でも大体サインの方書くけど、でもグッ
の方とかに入れるときはロゴを入れるって感じ。なんかロゴはハートと同じ感覚で使うって感じ。マークみたいな、ニコちゃんとかと同じ部類で、サインはあのカタカナナミって感じかな。作品残すのがないまし、あ、そうだね、あのアクリル画とか描いた時のナナミでロゴみたいなのはあるね。確かにそれはそうだ。夜来であちあちしてて可愛くなりました。こんばんは。こんばんは。6月以降は繊細見れないのか。そうなんですよ、もう使わないんですよね。あのメンバーもしてたの、なんでなんでだろうね。でなんか楽屋で流してたとかって言ってたけど、ほのぴよく頑張りしたね。ロンハ私さ、帰ってきたのがさ9時半過ぎだからさ、全然見れてなくてさ、急いでテレビつけたんだけど、でもリレーもほのぴが走るとこ終わっちゃったぐらいで、そう全然見れなくて残念だった。カーディガン見とこの、これ GU です。GU のカーディガン TVer に上がると思いますので TVer で見ようと思います。また新曲作る。あれカロリー高いんだよな。パラソルの憂いにアチホア歌ってる。アチホアって訳すんだ。波足早い、普通です。さ新しいかんサイン考えてファックスサインとソロ数で分けてみるな。確かになんかこのサイン簡単すぎるなと思ってて迷っちょっと思ってたんだよね。なんか申し訳ないなってちょっと考えてみる。サイン考えてくれる人っていないのかな。サインがさ一生思いつかなくてさ、何がいいんだろう。なんかさかっこいいおしゃれな感じにしたとしてさ、なんか似てるサインの人がいてなんかパクったとか思われるの嫌だなって思ったりさ、だからなんかサイン考えてくれる業者とかいないのかな。いんのかな、サイン考えてくれる人って。いるんだ。私全然思いつかないのサイン。私が考えたデザインが欲しいのか。そういうことか。ちょっと考えとこう。なんかいい案があったら教えてください。安倍七海って5文字入ってるだけで嬉しいけどね、一番いいとそれ。確かに安倍七海。なんかサイン変えるってさ、昔のやつがさ、
なんかなんていうの、なんかサイン変えるって勇気いるじゃん。なんか昔の本を持ってる人がなんで変えたんだよって思っちゃう、思ったりするないかなって思って、ずっと変えられなかったんだけどさ、そんなことないのかな、みんな。締めて帰るのあるかな。逆に自慢になら、あ、そうなんだ。なんか、ま、昔なんか言われたことあるんだよね、サインあんま変えるなって。それがずっとあの私のに染みついてて、だから変えられなかったことところはあるんだけど、そうね、確かにタイミング的にはいいね。昔のスタッフさんに言われてた、かなり前だよ、小学生とかぐらい。確かにね、空とバックスで帰るならありですね。センターテニス今日届きました、ありがとうございます。ゲッターズ飯田さんは、あ、なんか占いの方とかにさ、このサインどうですかみたいな、運気いいサインとかあんのかね。確かにマークとか、ああね、なるほどね。ななみかのサインは一生の宝物です。ありがとうございます。ペガサスの角へ羽を B に見立てて少しだけ変えてみるのは確かにできなくもないね。けど、ラサイのために作ったサインだから、ラサイ終わったらもう封印しようかなとは思うけどね。自分の名前の運勢とか占ったりする。名前の運勢は確かに占ったことないかも。名前の画数とかもあんまり、多分名前の画数気にして付けられた名前じゃないからどうなんだろう。私の名前ってどうなんだろうね。生命判断したら大凶でした。マジか。七海の由来は有名だけど漢字の由来はある、それが分かんないんだよね、あんまり。でも菜の花の季節だから菜の花の何したんかな。で「美」は美しいじゃなくて「美」にしたのは何か理由があるのかな、分かんない。私は見たくない結果でした。そうなんだ。でも、ななみって可愛いよね。漢字見る、漢字可愛いよね。
将来女の子の子供できたらななみ、名前ななみにします。そのまんまななみにしてくれるんだ、漢字取るとこじゃなくて。でもなんか結構今はそうでもないけど、ななみって響きすっごい嫌だった時あった。すっごいでもないけど、なんか嫌だなと思ってた時期あった。なんか「なな」ってなんか2個連続でなんかつく感じ、つく名前があんまり好きくないなと思ってた時あった。今は好きだけど。そう、ななみもあゆみも美しいの間違われがちだよね。そうなんですよ、大体間違われる、大体間違われることもないけど、でも衣装とか間違えられてそのまま書かれてるやつとかあるよ、タグに。ななみのみ美しいになってる衣装ある、結構。なもたまに奈良の奈にされる、奈良の奈にされること結構ある。あと名字3文字の名字が良かったなとか思うこともあった。なんか名前3文字、名字3文字って名前の人結構多いじゃないですか。なんかいいなと思ってたけど、取ってきあった。あと習字書くときに4文字が良かったなとか。習字書くときに4文字の名前が良かったなって。思ってたこともあった。なんか奈美ちゃん指摘やしないの漢字の間違い、なんか一回 MV の、あ違う、映画だ、映画の時の映画かな、あれなんだっけ、なんか忘れたんだけど、結構大事な場面の時に間違ってたの漢字が。その時さすがに言った、だけど他はあんま言わないかな。あ、学校暮らしのエンドロールか。それか。あとなん、あと、あとまた、最近もあったんだよな。なんだっけ。なんかであったんだよな。でも忘れちゃった。映画の試写会、あ、試写会の時も間違えられてたんか。自分下の名前が間違ってたら性格がきつくなってたらしい。へえ、そうなんだ。名前ってそんなに運命変えるんだね。学校会社の撮影大変だった。大変でした。その時はすっごい大変だった。今となってはすっごくいい研究になったけど。結婚する前めんどくさい漢字の名字で苦労したわ。さあ、そっか、画数多いと不利だよね、テストの時とかね。
学校暮らし続編のオファー来たらいける。繋がんなくない？だいぶ成長したよ。どうだろう。学校暮らし以来マシに映画見てないな。映画見ない人なんだ。で私学校暮らしをやってから映画館にちゃんと映画見に行くようになったんで、それまで映画館あんまり好きじゃなかったんですよ。なんで映画館にまで行って映画見なきゃいけないんだと思ってたの。だけど学校暮らしで撮影とかして、あ、こんなに大変なんだなとか、なんかこういう風に撮影するんだとかで映画好きになって、映画館に見に行くようになったから、結構学校暮らし結果がきっかけで映画好きになったかも。学校暮らし今で見たり、見れないね、恥ずかしくて見れない。ちゃん演技のお仕事もっとやってみたい。演技はねあんま向いてると思ってなくて、自分がだから自らやりたいですとは言えないかなって思うね。ひりちゃんきっかけからインディーズ映画見るようになった。ああ素敵ですね、それはすごいいい。最近がたまにまた学校暮らし見たけど、後輩に連れて表現力が上がっていく感じがやっぱりすごい引き込まれる。いやそうなんですよ、学校暮らしの制作期間発育期間中に結構成長したんで。顔の出ない声優とかナレーションの依頼来たらどうする？怖すぎる、この滑舌で声優とかナレーションは怖すぎる。桜のような僕の恋人は全部見た。見た見たよ。いやよかった。でも結末全部知ってたから、原作読んでたから結末全部知ってたけど、でも感動的だった。なんだっけ、この間の帰りの道中、車に乗ってる時にホテル組で後ろの席で誰だ、桃子ちゃんかなが「桜のような僕の恋人見ました？」って誰かに言ってた、大岩ちゃんかな誰だっけに言ってて「めっちゃいいです」って言ってた。アクションね。学校暮らし怖いの苦手な人には見るかな。でも結構怖いよね、結構怖いよね。なんかびっくり系無理だったらしんどいかもしれない。でも見てほしい、本当にねいい映画なの、本当にね感動的、本当にいい映画なんですよ。見てください。就活だよ、二人で見たかった。確かにそれはある。
学校暮らしと好き好き MV を見比べるのが好き。ああいいね、同時進行だったからね、撮影の合間に撮ったから。映画一人で見れない人だったから、学校暮らしは友達の娘が原作好きだったから一緒に見に行ったの。友達の娘と見に行ったの？いいね。なみちゃん泣いた。桜の絵の僕の恋人では泣かなかったんだよね。あの3回ぐらいに分けて見ちゃって、あの見終わる時にあのメイクしてたの、だから泣かなかった。でも1本ぶっ通して見てたら泣いてたかもしれない。滑舌重要よね。子供に注意してる時噛んじゃって台無し。でも怒ってる時は、あ注意してる時か、でも怒ってる時はもう勢いで。ねね、おやすみなさい。学校暮らしいい映画だよね。ななみ映画で見て泣くの。私映画見たらめっちゃ泣きますよ。映画見て泣きます。結構、何が何でもかんでも泣くわけじゃないけどね。だからリアル現実世界ではあんま泣かないんですけど、現実に起こったことではあまり泣かないけれど。真島さんが役に入り込みすぎてななみちゃん見るためにドキドキしたって言ってた。言ってたね、なんか。戦隊ものね、確かに。戦隊もの出てる人ってみんな若いですよね。お風呂入ってきます。私こうやってうるせが弱いからああいうの見てるとママ泣いちゃう。二十歳超えてからうるせ。弱くなるんだ。学校暮らし怖いよりグロい榊か。グロいのか。好き好きの MV のななみってどういう設定？あれさ複雑なんだよね、かなり。私どういう設定なんだあれ。なんか裏でも設定あるんですよ。安田愛理ちゃんと桃奈ちゃんが好き同士とか、あ違うか、桃奈ちゃんが愛理ちゃんの子好きなんだっけかな、あれわかんないんだけど忘れちゃったんだけど、結構細かい設定あるんですよね。洋画も見ないんだけど、私洋画も見ないですね。私は多分若菜ちゃんのことが好きで、若菜ちゃんは私に対してちょっと複雑な思いがある。で、みどりちゃんは若菜ちゃんのことが好きなのかな。愛理ちゃん奈美じゃない、あそうかも、あれそうだっけ、あそうかな。でもなんか手振ってあれなんだっけあれ、
ちゃんとほのぴのうちのことが好きなんだなんかそういうのが結構あって、ね、いろいろ見ながら見てみると面白いですよね。そう、設定説明なかったの、うん、ちゃんとしたのはなかったかな。確かに今思うとすごいね、設定が面白い。何人もでメンバーに振られるのあったじゃん。それあれでナミちゃんに振られて落ち込んだ切るってやつね、あったね。その魚さばくやつさ、あれめっちゃ謎じゃなかったあれ何だったんだろう楽しかったけど、個人 MV もあったね、確かに。みんな謎って言ってる、ナウもそう、あれガチ謎だった。私結構さばけてたよね、楽しかったけどね ご両親くんあれご両親くんどこ行っちゃったんだろう、あれゴリ押し君は何だったんだろう。確かにもうほんと短期間でいなくなっちゃったよね奈美ちゃんが MV 撮りたい曲ってある？ゴリシ君誰にも愛されてなくてごめんなさい。おもろ、あ、誰が書いてたんだろう、どなたがあれ誰が書いてたのかとかもさ謎じゃないなんかメンバー書いてるのかな実はとかさあったじゃん、誰書いてんだろうと思ったけど、マジ誰書いてたんだろうあれ、いつの間にか消えちゃったから。カトレ、あ、カトレアの、あ、そうカトレアだね、 MV 作りたいって言ったら。スタッフさんの誰かが書いてる、誰なんだろう、誰、超身近な人だったらとかだったらおもろいのにな。アップトゥユー、自分ハートからどんなコンセプトにする、いや、やっぱりかっこいい感じで、でもなんか平成感ある感じ、なんかミラーボールがあるところでダンスシーン撮ったりとか、あとは夜の街灯の都会の誰もいない街で
道でみんなで歩きながらリップ撮りたい、リップシンクしたい。でみんな黒い大人な服装でピンヒールとか履いてオフショルとか着てやりたかった。あとみんながメイクしてるイメージシーンとかね、リップ塗ってる、真っ赤なリップ塗ってるあのイメージシーンとか、アイライン引いてるところとか合いそう。なんかそういうなんかザそういう感じみたいなやつが似合い、合いそう。一番思い出に残ってる MV、なんだろうな、思い出に残ってる MV か、なんだろう。むずいね、なんだろう。なんだろう、でも何人かな、何人、でも何人好きで、でも大変だったなって記憶はある。ダンスシーンも大変だったし、2着着たし、あと8人切りとか覚えたのに使われてなかったっていう、そういう思い出もあるし、あの日の暑い中であの盾やったなーっていう記憶。そうメイキングにそう載ってたやつ、そうそう。何人の MV みんなで鑑賞したんだけど、その時にすっごいってなったのは何人かな、すごいってなったのは何人かな。好きな MV、なんだろう、だから全部好きだけどね、全部思い入れあるし。でもエビオラのラストの曇り空は僕は嫌いじゃないんだの自分が好きです。あそこ撮影中にはうまくいった今のところと思ってやってたところ、ブレレグの MV や見た目涙泣いてる、いや泣けますよね、ブレレグのやつはドキュメンタリーって感じ。ねえ、エビアの特典の別バージョンも好き、あったね、あったあった。僕たちは空を見るは王道で大好きね。僕たちは空を見るはでも漏れました、特に白ワンピの時のあの三角形になって僕たちの頭上にはって歩いてるところがの顔が漏れてる。
セーターシャツの下に、下の2枚真ん中のその、なんだっけ、その自分の写真覚えてないわ。ちょっと待ってね。日体芸術のここめが闇になってた。確かに、なんかそういうの結構あるよね。改めて見て、風邪ひきの風強すぎない、あれやばいんですよ。あれ撮り直したからね、機材壊れてデータ飛んじゃって。どこだっけ、真ん中とその右のやつの写真。確かにね、真ん中は4周年の時の前座でソロでライブする時のステージに上がる前の時で、右下、その右は学校暮らしの撮影の時です。学校暮らしのシャベル持ってるんですよ。で、それをマネージャーさんが後ろ姿撮ってて、それの足元を切り抜きました。サバイバーの MV のサビが好き。サバイバーもあれ、なんか不思議な感じでいい MV。 でも花粉がすごかったっていう思い出がものすごいある。上のやつはバンジーです。そうです、そうです。走馬灯のようにいろんな思い出す、俺いろんなこと思い出す日だわねえ、思い出しちゃうね。学校暮らしの階段のところで、そうそうそう、今サバイバーの MV 見ると人数の多さに驚くね。でも最近さ、こんな少なかったっけって、いや31人も相当多いんだろうけどさ、なんかみんなの集合の時、これ全員いるってなるんだよね。昔が多すぎて、前は何これ多って思ってたけど、今なんかあれこんな少なかったっけってなる。サバイバーシンプルだからこそ曲が入ってジーンとくる。確かに真顔だもんね、ずっと。何の説明もないまま、めっちゃ良かったよね。31年も十分多いんですけど、タイプ B のラサイよろしくダイジェストにバンジーあるかと期待して買った。バンジーあったんですか、それで。ただいまの最後に笑顔になるの好き。そう、あれはズーズーさんがここからは笑顔でって言って指導してくださったので、なかったなかったんか。育成公演少なくてビビった、わかる、こんなに減っちゃったんだってね、思うよね。あの部分見て自分の中にビビッと雷落ちました。サバイバー嬉しい。
バンジー今でも飛びたいと思う。なんか今はめちゃくちゃ飛びたいとかそういうのはないかな。一回飛んだから。でも飛べるなら全然いつでも飛びますよ。なんか空飛びたい。空とかなんか飛びたい。サバイバーとにかく衣装が天才。わかる。あの団体行動に本当に向いてる衣装だよね。あれはモリコン週間1位になり、なりそうだね。あ、なったんですよ。なったんです。ありがとうございます。スカイダイビングね。スカイダイビングしたいけどさ、なんか顔が大変なことになるでしょ多分。なんかそれはちょっと嫌なんだけど、いや空飛びたい。こんばんは。やっぱり昨日の衣装天才かわいい。ありがとう。あの笑顔のそばを見て現場行かなきゃって謎の使命感になった。ええー、そうなんだ。高所恐怖症なのバンジーとか怖いからすごい。バンジー飛ぶときロープ切れたらとか考えない。あんま考えなかった。絶対大丈夫だでしょう。何人も今まで飛んでるから大丈夫だろうと思うし、なんかもし切れたとしてもなんかいろんな人が見てるときにあのここで死ぬんだったら話題にもなるし、いいかなとか思ってた。その時はやばいよね。今はそんなこと思わないけど、なんかここでもし切れてもなんか一応考えるわけですよ。飛ぶからね。一応カメラにも残るしみたいな思ってた。その時まあ悪くはないかとか思ってた。そうやって考えて飛んで、そういうこと考えてた。どんだけ有名になりたかった。確かにもう有名になることに必死だったから。ニュースに なってくれるのかなとか思って、これしたらテレビ出れんのかなみたいな。やばいやばい。でも本当に考えてた。その時はもし切れあのロープが切れたらって考えたら、迷惑 YouTuber の発想。今は全くそんなこと思わないよ。テレ東音楽祭の髪型、そう珍しくここでハーフアップしたやつね。生きててよかった。生きててよかったです。生きてたくさんの時聞かせて。インタビューの人生かけてたの重みがありすぎる。特殊な精神状態だったのかもね。うん、特殊だと思います。生きてたからホワイトビーチ歌った。ホワイトビーチ歌うために来てたわけじゃないんですけどね。お風呂出ました。あ、お疲れ様です。早っ、髪乾かしたの早っ。ギリで戦ったの。そうです。
そんな追い詰められた、あ、そう、そういうことじゃないですよ。全然追い詰められたわけじゃないけど、でも一応考えるじゃん、飛ぶ前に。もし死ん、もし命綱が、まあ絶対大丈夫って、絶対死なないっていうのがあったからと、あの怖くなかったんだけど、もしっていう想像するわけじゃん。でここでもう人生を終わったけど、わざとしてもこんなたくさんの人に、たくさんの人が見てて、カメラも回ってて、しかもテレビの企画で飛んでるから、あの自分の責任じゃないし自分の責任じゃないし、あのみんなあの心配してくれるかな、でもそれはそれでいいかなとかって考えてた。大丈夫っていう前提でね。他のメンバーが飛んでる時はどんな感じだった、どんな感じだったかって、なんかね、私ずっとバンジーってあの怖いって思ったことあんまなくて、あの芸能人の方とか飛んでるでしょ、飛んでてすっごいみんなリアクションしてるじゃないですか。でなんか芸能人ってこんなにリアクションしなきゃいけないの大変だなと思ってたのなんかこんなにあのバンジー飛ぶ時とかに、こんな国怖いリアクションをしなくちゃいけなくて、すごく大変なお仕事だなって、私だったらこんな風に絶対できない、みんなすごいな頑張っててと思ってたの。だけどメンバーがリアルに怖がってるのを初めて見て、身近な人たちが、で、あ、本当に怖いんだって思って、本当に怖い人もいて、リアルにそういうリアクションを取れるんだって、リアクションそんな無理してるとかじゃないんだって思いながら見てたところはあった。だけどなんかでもみんなのその怖がってるのがすごい面白くて、でもずっと笑っちゃってたずっと笑ってた おかしいんです。そう、ずっと笑ってたよね。なんか笑っちゃいけないって思いながらずっと笑っちゃってて、そう、今でも笑っちゃうんだけど、本当にみんな嘘だと思ってたの。すごい楽しそう、楽しかった。そう、2回飛べてお得だなって思ってた実際台本なかった。なんか飛ぶ順番とかももうその場、行ける人から行こうみたいな感じで、でリオンも本当に、もうリオちゃんもずっと本当に飛べなくて結構待てて、そうそうそう、そうお得だと思ってて、でその終わった後に値段調べて、私2回食べてこんだけ得したんだって思ってたいくらだったかな、結構得して、やったーラッキーと思ってたHeh
そう、高いから自分で飛ぼうと思っても飛べないから、ね、16歳のなめられ23歳面白かった。確かに、1万以上したね、多分。飛ぶだけなのにお金かかるのってなんだろうって。確かに明日早起き、そうでもない、でも遅起きでもないって感じ。半ぐらいまでやりますね。あれ何時に始めたっけ、うち。え、10時まで、10時に始めた、うち勝手にまだ50分しかやってないと思ってた。まあいいや、1時間以上やってんだ、うち。お化けとか怖くない？お化けは怖いですよ、もちろん。お化け怖いけ、怖い。だけど私全く霊感がないから、全然大丈夫。何時までもやってない。うちの時間の感覚がは、あの時間経つのが早かったね。お化け屋敷も1回しか行ったことない、多分。地元のお祭りの、お祭りで1回しか行ったことない。だから、しかも人いっぱい、いっぱいいたから、怖いとかそういうのなくて。だからちゃんと入ったことないんだよね。お化け屋敷行けますかって言われたけ、言われるけど、でもあ、お化け屋敷はさすがに自ら入りたくない。わざわざ心拍数を上げる必要もないじゃんね。バイ形式で面白いエピソード、そう、なんかその時は中学校入ったばっかりで、なんかそのクラスの人たちとか、私がまだ一人になる前、一応なんか一応頑張ってた時に何人かと行って、でそれでなんかお化けの人となんか仲良くなったんだよね。でなんか何してたんだっけ、お化けの人と普通に会話したんだっけかな。でなんかお化けの人と、お化け役の人となんかコミュニケーション取ってて、なんかそれで全然何も怖くなかった。お化け側についてた、なんか私見てただけですけどね、その友達たちについてただけなんだけど。でもなんかそんな感じだった。ずっ と同じ場所に泊まってたの、お化けがいるところに。海派ゴールニータさんも言ってた。えマジやったー、嬉しいに達成しました、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいわ、これでランクアップした海鮮が食べれますやったー、皆さんありがとうございます。食べたら、食べれるところとかも皆さんで一緒に食べようって感じにしますので、ありがとうございます。
せっかくさイヤホン買ったからイヤホン使いたいんだけど、ちょっとだけ歌おうかな。一曲か一番だけとかでも。てかまださあれはないんだよね、新曲ないんですよね。何がいいかな。何がいいとかありますか。ブレレグ歌ったことない。確かにない気もしないでもない。ブレレグないかもしれない。愛知る。でもブレレグ、ブレレグ歌ってみていい。なんかアカペラとかであった気がするけど、どうだろう。あ、ある、あるんや。ハグ愛してる、振り向きたくなる、なんでな。え、でもブレレグにしよっかな。ボクソラがないんだよね。レイカンレイク、レイカンレイク、レイカンレイク、全力で Come on, let's do it! Oh yeah! 君と情けを Oh yeah! 君と投げた Oh yeah! 君と投げた Oh yeah! 君と投げた Oh yeah! いつの間にか並んでいたスタートラインの僕、競争は得意じゃないけど走らなきゃいけない。例えばちゃんとみんな一斉に並んだらそれなりに覚悟だって生まれるんじゃないか。ラブ隣を見たらとっくに走り出してたり、もう走るのやめてたり。人生ってのは自分勝手で思いつくまま生きればいいんだ。 Anyway、つまりとにかく伝ったピストルはならない。一つ言えるのはレイカンレイク、レイカンレイク、レイカンレイク、やるしかない。人のことはどうでもいいから、行きたい方向へ。レイカンレイク、レイカンレイク、レイカンレイク、自分なりに。だってきっと人それぞれ違うゴール、hey! It's time to shine, come on, oh yeah. It's time to shine, do it, oh yeah. It's time to shine, show it, oh yeah. 誰かを追いかけたって意味なんかないんだ。だって目指してる方向が全く違うんだろう。人間ってのは寂しがり屋で一人ぼっちを嫌がるけど、How come? なんで？どうして？白線なんか引いてない。これだけ言わせろ。 Break a leg, break a leg, break a leg、頑張ろうぜ。手を挙げたり諦めるのはいつだってできる。レイカンレイク、レイカンレイク、レイカンレイク、マイペースで信じた道に直線に向かえばいい。ゴー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 、無我夢中で。ゴー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 。
なると歩いていい。タイムじゃないかっこ悪くたって気にしないよ。目指してる場所が違う。僕は僕だ。休んでもブレイカーネックブレイカーネックブレイカーネック、やるしかない。人のことはどうでもいいから、行きたい方向へ。ブレイカーネックブレイカーネックブレイカーネック、自分なりに。だってきっと人それぞれ違うゴール人は誰も違うゴール Hey! Is that the shy come on oh yeah Is that the shy do it oh yeah Is that the shy show it oh yeahありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。今日も楽しかったです。今日はたくさんお話ができて楽しい日でした。明日もやります。よろしくお願いします。8日のアイドルフェスまでお風呂ありますか？オフないですね。何時頃ですか？明日はね、何時頃かというと、何時がいいですか？逆に私明日は結構リハだけなので、夜は空いてるので、みんな来やすい時間で、まあ9時とかがいいかな。それより早いと難しい人いる。あ、夜ですよね。じゃあ21時ぐらいからやりますね。はい、じゃあ21時にしまーす。よろしくお願いします。コラボはわからない、まあ、基本一人です。この間は2日連続でやったけど、でも今日栗田ちゃんとやろうねって言ったから、また今度やりたいですね。ではランキングを読みたいと思います。13位はじめさん、ありがとうございます。12位加藤さん、ありがとうございます。11位まさやさん、ありがとうございます。10位つのちゃん、ありがとうございます。9位さやさん、ありがとうございます。8位ひとくりさん、ありがとうございます。7位ゆうかちゃん、ありがとうございます。6位サッピーさん、ありがとうございます。5位アイディマリアさん、ありがとうございます。4位バカラさん、ありがとうございます。3位シロランジさん、ありがとうございます。2位しげるさん、ありがとうございます。そして1位はりさちゃんです。ありがとうございます。皆さん本日も見てくださりどうもありがとうございました。最後に告知をしたいと思います。5月29日に東京ガーデンシアターにてラストライブが行われます。ぜひというか絶対に来れる人は来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。そして5月21日には私の生誕イベントがあります。お昼なんですけれども、ぜひ足を運んでくれると嬉しいんですけれども、配信もありますので詳細をお待ちください。スクショしようか。申し込んでありがとうございます。どうぞ大事にありがとうございます。
生体行きたかった。ね、来れない方もいると思いますね。割と、もうすぐなんでね。あ、知らない方もいるかもしれないんですけど、7月2日開けといてください。よろしくお願いします。ソロで、イベント、ライブをするので、もしかしたら知らない方いるかもしれないんで、言っときます。7月2日、今から、東京で、新宿レニーさんでライブをするので、開けといてください。ライブ行きます。ありがとうございます。なんか、開けてます。だって。では、これで終わりにしたいと思います。皆さん今日はありがとうございました。はい。じゃあ皆さんありがとうございました。今日はありがとうございます。では、おやすみなさい。また明日。バイバイ。